ということで始まりました。今日はですね、長野県にありますサンプロアルウィンに来ております。ただいまスタジアムの前にいるんですけれど、見てください、もう自然の雄大な、もう素晴らしい光景が広がっています。やっぱスタジアムの周りこれだけたくさんの自然があるっていうのは本当に素晴らしい光景ですね。私今回初めてサンプロアルウィンに参りました。朝特急あずさに乗って、で松本の駅からシャトルバスで30分ぐらいですかね、サンプロアルウィンに到着いたしました。さあ FC 東京敗戦してしまった鹿島アントラーズ戦の次の大事な大事な試合になります。気合入れてですね、応援していきたいと思います。それでは早速今日の観戦動画スタートでーす。ドゥン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 、自撮りも新しくなりました。それでは今日も元気にスタジアムグルメ紹介していきたいと思います。まずはこちら、ごめんなさい、ちょっと飲んでしまったんですが、山鹿ビール買わせていただきました。緑になっています。試合前にしっかり緑飲み干したいと思います。乾杯、いただきます。あ、ちょっと酸味というか爽やかな香りが鼻の中にツンと突き抜けて、とても美味しいビールです。ありがとうございます。そして今回選ばせていただいたグルメがこちらでございます。山賊焼きでございます。長野県松本市の名物でございます。本当に僕の顔の長さぐらいあるかもしれません。いい香りします。それでは早速いただきます。うまっ、こんなお肉柔らかいの最高。味付けも、もう衣もほろっと柔らかいし、なんといってもね、お肉の柔らかさで噛んだ時に出てくるこの肉汁がたまらない。こんだけ柔らかいお肉使ってくれたらね、もうどんだけ食べてもくどくならない、本当に素晴らしいお肉の塊になっています。ビール、ウーロン茶などなど各種飲み物が止まらない食べ物です。こちらの山賊焼き、もし英語で例えるならばサミットになります。山頂、山の頂という意味になるんですね。サミットっていうスーパーもありますね。こちらのスタジアムグルメ本当に美味しいので、スタグル界の山頂、スタグル界のトップを奪う、それぐらいの美味しい食べ物になっています。肉の安曇野屋さんの山賊焼き、こちら650円でございます。大変美味しくいただきました。皆さんもサンプロアルウィンにお越しの際はぜひ食べてみてはいかがでしょうか。ごちそうさまでした。ありがとうございます。お二人どういうご関係なんですか。自分の高校の時に、はい、長野県の高校に来てて、自分東京出身なんです。高校の同級生です。その時に山笠ポにはならずに、東京サポだった。ずっと東京サポだったんで。ありがとうございます。いや早速なんですけど、一番注目の選手一人ずつ教えていただいていいですか。ディエゴ・オリベイラ選手が大好きなので注目してます。日本人顔負けのハードワークと言いますか、そういうところと点取ってくれる頼りがいのあるところが欲しいなと。町田山選手は足元もありますし、スペースをバック使って楽しみです。あとイケメンなんです。予想スコア何対何ぐらいですか今日は。2対0でいきましょう。FC 東京が勝ちます。2対1で山が勝ちます。これからアウェーでアルウィンに来られるサポーター向けに、はい、自分がおすすめしたグルメ、お店とかもしあれば、グルメぜひ教えていただけないですか。駅から徒歩5分ぐらいにある桃瀬精肉店っていうところで、山賊焼きも食べれますし、馬刺しとかも食べれておすすめです。それは居酒屋みたいな感じ。あ、そうです、居酒屋みたいな感じなんですけど、静かな感じ。こういう格好の、格好がうるさい人が行くような場所はないってこと。いや、でも全然大丈夫です。それ大丈夫です。バットホームでした。東京が勝ちます。山が勝ちます。東京が勝ちます。 FC 東京の印象とかイメージとかってどんな感じですか。フォワードの2人、永井とディエゴ・オリベイラが本当にパス効果が上手いので、そう警戒した。逆に今日、山賀の選手の中で一番この選手注目したいなという選手誰になりますか。高野選手です。フルザボールの動きとか、こうもらう位置が本当に落ち着いて走っているところがいいです。ちなみに山賀を応援してからどれぐらい経つんですか。この1年間の中で自分がこう観戦した中で一番感動したなっていう試合とかゴールとかっていつのになりますかね。ホーム戦の、ホーム戦ですか。2対1で勝った。どんなところに感動しましたか。すごい、いつも慣れてない時がすごいできていたり、急になんか変わっちゃったような感じ急に変わっちゃったような感じ。本当に山さん強いチームだけど、本当にその時はもうさらにパワーアップしてるチームかのようにサポーターとして見えたってことね。好きな応援歌とかってあったりしますか。立ち上がれ俺らが松本、じゃあ全てぶつけようぜですか。かっこいい応援歌ですね。これは試合中のどういうタイミングで歌ったりすること多いですか。ウォーミングアップ中とかにここからやってやるみたいな時に、境界突破を目指して残留してほしいです。ワンソー。今シーズンのここまでの山賀さんの戦いぶり振り返って、サポーターとしてはどういう感想を持ってますか。いやー、1回上がってるのを経験してて、このチームはちょっときついな、苦戦が続いてるなって。これからの試合、キーマンというかポイントになってきそうな選手って1人挙げるとしては誰になりますか。坂野選手、
守りとしては何度かまだいい試合はあるんですけど、得点がやはり取れないような話にならないので、そのために加入した坂野選手が一番期待したいと思います。高橋選手結構走ってくれて、やっぱあの運動量山が必要だと思います。 FC 東京でちょっと警戒したい選手がいますか？長井選手が一番警戒しているのは、やはり足とさりげなく得点力を兼ね備えていきたいので気をつけないとなと思います。どうでしょう、今日予想スコア何対何ぐらい予想しますか？1-0で山です。いや一番こう自分として思い入れのあるちゃんととか応援歌もしあればぜひ教えていただきたいと思います。村山選手どんな思いなんですか？男村山、シンプルだけどかっこいい。個人的には森田選手と山がにちなんで、あのアルプスのようにって歌詞が言って、まあ、キーパーのなんか堂々とした感じがあっていいなと思います。なんとか今日 FC とで首位に勝って勢いつけて、まあ、残留になんとか持ち込めるように頑張ってほしいと思います。マジです。さあ、いよいよキックオフ20分前となってまいりました。山賀サボも東京サボもたくさん集まってきております。今日先発の三田選手に注目したいと思います。セットプレー、そしてサイドからの切り崩し、ミドルシュート、球のゴール期待しましょう。それでは早速試合の方に行く前に、今日も外国人の方本当にたくさんずっと探してです、山賀サボの方にも外国人の方いないですかって聞いたんですけど、まあ、なかなかお見かけすることがないという情報も聞きまして、残念ながらインタビューすることできませんでした。大変申し訳ございません。それでは試合の方さあ、じゃあ入っていきましょう。残念ながら0-0スコアレスドローになってしまいました。他の上位チームはですね、勝ち点3を取れておらず、まあ2位以下と突き放す大事な大事なチャンスだったんですけれども、残念ながら勝ち点1にとどまってしまいました。まあ決定決まっただけに、本当勝ちきれないなという試合だったと思います。ただ山賀さんの守備も硬かったですし、クロスバーであわや失点っていうシーンもありましたので、やはりアウェーでのこの連戦、アウェーで勝ち点3を収めるっていうことは本当に難しいんだなと改めて感じました。今回は勝ち点3取ることできませんでしたけれども、下を向く必要はないと思っています。 FC 東京はあくまでまだリーグ優勝を取ったことがないチャレンジャーなんです。これまでこの積み重ねてきた FC 東京の戦い方っていうところを本当に今後もずっと貫いて一戦一戦戦っておいてほしいなと思います。そして次こそ一体となって必ず勝ち点3取りたいと思います。次も難敵サガン鳥栖さんが相手になります。今ここまで積み上げてきたものがあって、この首位という順位にいること、これに感謝して、そしてリーグ優勝に向かって改めて FC 東京選手を信じて、また突然応援していきたいと思います。山賀サポの皆さん、温かく声かけていただいて本当に記憶に残る演出になりました。また次回の対戦楽しみにしております。それでは次回の動画スタジオまでお会いしましょう。さようなら。チャンネル登録しようよ、ホタルの光がありえないほど聞ける。